いいけん前の美肌効果にした方が漏れるんだよね。今日は髪がボサボサなので一つ結びにします。なんかちょっと色がさ黄色くないですか。アップデートしない方が良かった。どうやったら普通になるんだろう。こんばんは、お疲れ様です。こんにちは、こんにちは。よいしょ、こんにちは。あ、どうなってるんだ。よいしょ、こんにちは。こんにちは。今日は汁なし担々麺を食べました。最近はめっちゃ汁なし担々麺にハマってる。それで汁なし担々麺を食べて、あ、そう、なんか最近はね、なんかね、コメラコーヒーの食パンにハマってて、めっちゃね美味しいんですよ。分厚さがね5センチくらいあるんですけど、それがめっちゃ美味しくてハマってるんです。こんにちは。そう、コメダにハマってるんだ。コーヒーが好きなんですよ。今日はねめっちゃすっぴんなんですけど、すっぴんで漏れてないんですけど、ちょっと待ってね。この色がさ、なんかちょっとね、私でもなんかどんどん黄色くなっちゃった。ちょっと待ってね、どれがいいんだろう。でもこれが一番いいかな。これにしとこう。めっちゃ黄色いけど。そうなんですよ。ドアノブはこっちじゃない。あっちの部屋なんですよ。カイドウさん。なんだっけこれ。カイドウさんありがとう。ヘアメイクしてる写真めっちゃ可愛かった、ありがとうございます。そう、あれはねちょっとレアかなって思って載せました。あ、そう、なんかツイッターね最近あんまり上げてなかったんですけど、そう頑張ってフォロワー増やそうって思って、まあサイアンはねもう1万人いってるし、ちょっと私も1万人行きたいなって思って、ツイートいっぱいしたらさその分伸びそうだから、ツイートをねもっとねたくさんすることにしました。こんにちは、こんにちは、お疲れ様です。すごいよね、めっちゃさあ羨ましいんですよね。かいかいさんありがとう。なんかちょっと待って、これ何、めっちゃめっちゃ目大きくなってるじゃん。これぐらいにしよう。そう、1万人行こう、頑張って行ってほしいなって思ってます。頑張ってツイートしていきたいと思います。でもさ、なんかツイッターはさ、ツイッターはメールと違って無料だからさ、見る人が多い分さ、なんかあれなんだよね、なんか
めっちゃ自分の最新作を載せたい。最新作？最高作？最高？なんだろう、自分のいいって思ったやつを載せたいけど、そう思ってたらめっちゃ更新頻度が下がっちゃうから、最近はあんまりお気に入りじゃなくても載せてる。こんにちは、こんにちは。そうそう、あとね、昨日はね、昨日は食べ放題に行ったんですよ。初めての食べ放題に行ったんですけど、そう、焼肉食べ放題だったんですけど、めっちゃね、あれだったよ、めっちゃね、もうめっちゃ食べてしまったなんかあれが美味しかった、ワッフルが美味しくて、そう、焼肉食べ放題行ったんですよ。ワッフルがあって、デザートに好きなんですよ。元取れたって、元なんか取れてなさそう。私が食べるものね、なんか絶対ソフトクリームとかさ、安いじゃないですか、原価だけど。ソフトクリームとか好きだから食べちゃうから、そう、食べてないんだ。多分絶対元取れてない気がする。今ツイッターフォローしました、ありがとう。そう、ぜひ皆さんツイッターフォローしてください。こんにちは、お疲れ様です。そうそうそう、ワッフル食べちゃって、でも肉で美味しかったやつは、私大体ハラミ派だけどカルビが美味しかった。愛車取ったのって、取ってないよ。マンスリーギフトなんだけど、ギフト名書いてなかった。あ、マンスリーギフトなんだね、そうなんだ。あね、アーシャね、いつになるんだろう、わからないですけど、アーシャまでには痩せたいな。さあ、あと今日は夜も配信しようかなって思ってます。でも夜は何時になるかわかんないですけど、長引かなかったら21時過ぎとか20分とか30分とかにできるような気がします。お料理されないですかって。お料理はね、あんまりされないです。私はあんまりお料理はされないんですけど、ズボラ飯を研究していて、最近は牛乳と米とチーズを入れてチンして、ドリアリゾットを作るのにハマってます。こんにちは。ご飯はたくさん食べた。いや、なんかね、ご飯は頼み忘れてて、めっちゃ最後の方に頼んだんですよ。なんかビビンバとかクッパとかはめっちゃ頼んでたんですけど、ご飯は頼んでなくて、めっちゃ最後の方に頼んだけど、そう、なんかちょっと最後の方だったからね、あんまり噛み締めれなかった美味しさを。もうね、ちょっとね、苦しいくらいだったからでも帰りはもう割と苦しかった。あのね、ツイッター用の写真を撮りに行こうって思ってたんですけど、そうなんですよ。料理しない人の料理、そう、めっちゃ料理しない人のさ料理なんですよ。そうなんですよ。こんにちは、こんにちは。あ、そう、タワーのお礼夜の配信で見せます。ごめんなさいごめんなさい。レンジでリゾットできる。そうそう、レンジでリゾットするのにめっちゃハマってます。さあちゃん、欲しいって言葉を都合よく使う人はどう思います？分からん、なんじゃろう炊飯器を使った料理どうですかって。炊飯器、炊飯器はね、私使えない気がするんだよね。炊飯器はあんまり使わないけど、あんまりあれなんだよね、あんまりお米はあんまりね、大体ね食べない。パンの方が好き。警察？なんだろう、なんだろうな、わかんない。通報？わかんないドリア好きだっけ。ドリア、ないです、ドリア作ったこと。ビーチサンデーって、あ、そうなんですね、ビーチサンデー、ありがとう。そう、めっちゃパンが好み。あのね、野上っていうところと米田コーヒーのパンがめっちゃ好み。めっちゃ美味しい、
こんにちは。イタリアのファミレスは行く。サイゼリアですか。サイゼリアは行きます、行きます、めっちゃ行く。なんかね、さっきね、指原さんのねツイッター見てて、なんか行きたいカフェに行ったけどすごい混んでたから結局サイゼリアになったみたいな書いてあったんだけど、めっちゃわかるって思いました。なんか本命の場所があってそこが空いてなくて絶対行くのがね、ファイあれなんですよ、サイゼリアなんですよ。だってなんか落ち着くしめっちゃいいんですよ。なんかスタバはちょっとなんかバーって喋ってたらちょっと迷惑だし、なんかサイゼリアの空気が一番いい。うん、美味しい。広島風お好み焼きはそば、うどんって、え、私うどん派です。うどんの方が好きなんですよね。こんにちは。うん、若い子よく行く。うん、なんかねサイゼリアはめっちゃあれなイメージ、若い子がいるイメージ。なんかガストはちっちゃい子連れの家族がいるイメージなんだよね。私ガストはあんまり行かないけど行ってみたい。全然行かないんだよね。人生で行ったことないことはないけど本当にそのレベルで覚えてない。そう、行きたい。ずっとご飯の話をしていて申し訳ないですが、でもね中華料理が好きだから中華料理を食べに行きたい。中華料理食べに行こうと。なんかねファミリー感あるんだよね。サイゼリアね、え、デザートめっちゃあるよ、いろいろ。バーミヤンってことって、なんかバーミヤンっていう、なんかバーミヤンがさ、なスカイラークなんかとかよくわかんないんだよね。なんかちょっと違いがよくわかんない、難しい。ファミレスねあんまり行かないかも。でもね行くとしたらなんかマックとかはねよく行ってた。マック中華いいっすねって。そう、中華好きなんです。私も中華ハマってる。え、美味しいですよね。なんか私すごいね天津飯が好きなんですけど、卵アレルギーだから好きなんですけど、てか食べたいんですけど卵アレルギーだからねなんか食べれなくて、天津飯じゃないない、なんか似たやつがあるんじゃないですか。なんかそれが好きなんだけど言葉が出てこない。ちょ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 、ミシェルボーイさん、コンペイトありがとう。あ、普通に中華丼かな、中華丼だったかな、よく覚えなせないけどなんか好きなんだよね。でもねあれが一番好き、エビチリが一番好きなんだよね。エビチリと中華だったらラーメンが好き。卵アレルギー初めて聞いた、初めて言ったかな、わかんない。なんかリコチとあのあれに行った時に、リコチと山口県にロケに行った時に、私はロコモコ丼を食べる設定になってて、リコチはカレーを食べる設定になってたんですけど、私が卵アレルギーだからリコチとそう交換になっちゃって、でも私その時ハンバーグが食べたい気分で、でえそうそう、でリコチはカレーを喜んでたから本当は好きなので行くとお互いね変わりたくなかったんですけど、私のせいで変わることになってしまった。え、そう、なんかねリコチはめっちゃねカレーを楽しみにしてたんですよ。で私はめっちゃあれが好きだったんですよ、楽しみにしてたんですよ、ハンバーグが食べたかったんですよ。そう、だからちょっとね申し訳なかった、えーみたいになって。設定やるの、え、なんかその台本通りだとそうなってたんですよ。なんでそっちかが分かんないんですけど、ラーメンは醤油味噌って、ラーメン
メンは醤油味噌よくわからないですけど、醤油の方が好きかも。ミシェルボーイさん、コンペイトありがとう。でもね、最近行きたいのは牛宮城っていう宮迫さんの焼肉屋さんがあって、それなんか渋谷じゃなかったかな、渋谷か忘れちゃったけど、その牛宮城に行きたくてめっちゃ絶対行こうって思ってる。割とねちょっとお高めだったんですけど、牛宮城みんな知ってますか？こんにちは、さらちゃん、こんにちは。あとね、あれ、もんじゃに行きたい。もんじゃが食べたい。へのじさん、ひな祭りありがとう。ひな祭りのやつありがとう。コンペイト、コンペイト？なんだろうこれ、お菓子ありがとう。そう、話題ですよね、あれに行きたいんですよ。めっちゃ渋皿発動って、ごめんなさい、渋皿が発動してしまいました。そう、めっちゃ行きたい。今日も渋谷調べたよ今日も調べました。なんかさ、 DMM のさ宣伝の看板あるじゃん、渋谷のスクランブル交差点の正面のところに。あれ見たらめっちゃテンション上がる。そう、牛宮城宮迫さんのやつ行きたい。渋谷だねって、みんな知ってました？私はチェック済みでした。こんにちは東京大好きやん。そう、東京めっちゃ好きなんだよね。また行きたい、東京好き。でも最近はちょっと渋谷じゃなかった、ちょっとなんか静かなところにも行ってみたい。どこだろうね、江ノ島とかそういうところ行ってみたい。静かなところって思ったけどさ、島で行ったら渋谷って言いそうになる好きすぎて言いそうになる。江ノ島、いや確かに江ノ島はあれかもね、大きいかもね。ここのうるさいかな。玉手箱もらえる、それ竜宮城それ竜宮城やんけ。軽井沢行きたいっていいですよね。別荘とかあったらいいなって思う。そう、静かじゃないよって、絶対静かじゃないね、屋台がいっぱいありそう。人だけで嫌になるよって、嫌になんないよ、楽しいよ、楽しい楽しい。でもね、一番楽しいところは、これは初見乱用ですけど、やっぱりあれですね、私が最近楽しみにしてるのはレコーディングスタジオの聖地巡礼私乃木坂さんが大好きだから、乃木坂さんのそうドキュメンタリーとかめっちゃ見てるから、この場所知ってるっていうのが一番楽しいから、東京行ったらそれがしたい。だから、あ、このここってよく出てくるけど、ここって何区だったんだみたいなめっちゃ思う。って思うし、なんか椅子とかあったらその椅子を見て、あ、これここにサラが大好きな松村さゆりさんも座ったのかなとか思うめっちゃ思うし、なんか仮音源を歌われてる方を見て、この方があの曲もあの曲もあの曲も歌ってるのかって思うこんにちは。あ、昨日あれ見ました、渋谷の音見たことあるスタジオ、スタジオっていうか、まあまあレコーディングスタジオなんですけど、めっちゃテンション上がる。でもだって自分がそこを使えてるって思ったらさ、興奮するよめっちゃ。乃木神社は行ったことないんですけど、そうですね、乃木坂駅行ったことない。じゃん16時間見ました。こんにちは。あのドラマ終わってしまったけど見ました。何のドラマですか？
私は最近ドラマは、あ、ドラマは終わってしまったやつ見てました。でもなんだろうね、何が見たいかな。真犯人フラグとかさ、見とけばよかったって思った。乃木坂駅は千代田、わからない、そういうの。なんかさ、山手線でさ、よく例えることあるじゃん、なんかものの基準として山手線を使うこと。でもさ、私山手線がさ、わからんからさ、わからないよね。筋肉さん、だるまありがとう。こんにちは。なんかさ、最近始まるドラマとかないんですか？なんかドラマ見たいんですけど、どれがいいだろうって思ってる、めっちゃ。どれがいいだろう、ドラマね。ハマってるアニメ全然見ないんだよね、あんまりわかんない、そんなに。でも人に、なんか友達がアニメ好きだったから、その勧められたやつとかばっかり見てる。大河ドラマってどういうやつ？大河ドラマってサナダマルみたいなやつとか。大河ドラマか、大河ドラマね、それ見てないかも。アニメと好きな友達教えて。そう、めっちゃアニメ好きなんですよ。そう、めっちゃアニメ。でもさ、漫画とかならめっちゃ見てるけど、なんかね、その漫画面白いけど、なんか話的になんか悪いことの話の方が面白いじゃないですか。だから配信で言えないようなさ、漫画だからさ、言えないんだよ。なんかマネージャーさんから怒られそう。だからめっちゃ漫画ね、おすすめしたいけどって感じ。私はあれじゃなくて、あれで見てるんですよ。何？なんていうの？普通にスマホで見てるんですけど、その漫画がなんかさ、良くないことをさ、題材にした漫画の方が展開があるじゃないですか。そう、だからね、言えないんですよ。めっちゃ見てるけど、漫画は。そう、おすすめしたいけどねーって思う。そう、牛島くんって誰だろう。BL とか、でも BL 漫画はサラは中学生の時好きだった。今はもう全然詳しくないんですけど、めっちゃあれだった、昔は見てた。こんにちは。めちゃ牛島くんが気になる。なんだろう、頑張れ元気してる？わからない、頑張れ元気。闇金牛島くん。闇金の話やばいよ。あ、でもそういう感じかもね、そういう感じかも。リンコが好きなやつ系？わかんないさ、リンコちゃんがどういうの好きかが。ドロドロして、わかんない。でもその牛島くんっていうやつは見てない。私全然見てない。なんかわかんない。あんまりさ、メジャーなものを見てないのかもしれない。ニコマルさん、鏡餅ありがとう。ファムのサラちゃん好き、ありがとう。今日は結んでるんですけどね。
オカリオちゃんとお友達、オカリオちゃんとお友達、リオちゃんはめっちゃ友達だよ。そう、リオちゃんとも一緒に食べ放題に行ったことある。なんかもう昔だったからね、あんまり覚えてないけど、リオちゃんの食べ放題に行って帰ってきたら 2.4 キロ太ってた覚えてないんだけどね。もうでもリオちゃんはリオちゃんが小2の時から知ってるからめっちゃ大きくなったなって思います。なんかそう、初めて見た時は小学校2年生だったんですよ。だからもう今は中1でもうすぐ中2になるからめっちゃ大人になったなって思う。めっちゃ綺麗になった。ちっちゃい時はめっちゃ可愛かったけど、そりゃサラもね、もう年を取るもんだって思う。サラちゃんどこがずれてるよな。本当ずれてないですよ。 V 何々好きやでってわかんない。そう、絶対リオちゃんサラよりさ背高いよね。絶対背高いと思うよでもね、可愛かったのは、あ、そう、今リオちゃんって呼んでてたけど、リオって呼んでて配信だったか言っちゃったけど、なんかサラとリオとあと他の、まあ、スクール生の子がいた LINE グループがあって、サラとその子はもう一人の子は呼び捨てしてて、なんかリオちゃんはあのちっちゃかったから年下だったから、なんかリオって呼び捨てしたら本当になんか年上が呼び捨てしたらなんか本当になんか怖い感じがするかなと思って、リオちゃんって呼んでたんですよ二人で。そしたらリオも呼び捨てしてほしいってLINE が来たのがめっちゃ可愛かったんですよ。本人はもう覚えてるか分かんないけど、リオも呼び捨てしてほしいなみたいな、リオも呼び捨てで呼び合いたいなみたいなめっちゃ可愛くて、それがそうだからね、そうしようってなりました。めっちゃ可愛いんですよ。だから今でもリオとサラって呼んでます。そう、161センチってすごいよね、高いうまいなって、どういうことその時はねちっちゃかったからめっちゃ可愛かった。めっちゃね、なんかバブバブって感じだったよ。チューチューチュー、プエルさん、レインボースターありがとう。こんにちは、こんにちは。あとね、でもさ、シセが入ってきたらさ、なんかどういう風にレッスンするんだろうってめっちゃ思う。そのシセちゃんたちと2期生がくっつくのか、それとも4人でレッスンするのか、研究生とかどういう感じになるんだろうって思う。公演とか、でも公演とかはさ絶対僕の太陽公園とか一緒にやるよねって。安兵衛さん、鏡餅ありがとう。こんにちは、こんにちは。池袋ウエストパークドラマはかなり前に、私それ知らないかもしれない、わかんない。池袋ウエストパークっていうのわかんないな。カイカイさん、鏡餅ありがとう。何年か気にしてくれてありがとう。いつか顔出し行きますねって、ぜひ来てください、待ってますそう、どういう感じになるんだろうって思います。めっちゃマヤ太郎さん、ハートありがとう。なんかそう、4月にめっちゃ行きたいって言ってた友達と旅行に行きたいって思って、それでね、そう4月に行けるかっていう話をしてるんですけど、
4月ってコロナ収まってるって思いますか。カイドウさん鏡餅ありがとう違ったらごめんやけど、あ、そう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 、そうですそうです、見ましたよ、面白かった。このままかなって、そうなのかな、なんかめっちゃさ、コロナでさ支障出たことさたくさんあったけどさ、もう恨むっていう感じではなくてさ、なんか仕方ないなって思ってきたけどさ、今回はさもうガチで楽しみにしてたから、本気でちょっと恨んでる、本気でちょっと怒ってる そうなんですよ、行きたかったなって思ってます。今日は友達とサンフレ、いいですね、サンフレ、サンフレは、そう、サンフレはね1回しか見に行ったことないんですけど、なんかね箸巻きっていうやつを食べた、お好み焼きみたいなやつを食べました。ディズニーランド、ディズニーランド行きたい。PCR 検査陰性だったよ。PCR 検査ってあれですか？なんか鼻の中にあれですか？綿棒みたいなやつを入れるやつですか？なんかさ鼻の中にさ綿棒を入れるやつをさやったことがなくてさ、そうやるってなったらめっちゃ怖いなってめっちゃ思う。やったことありますか？え、違うんだ。じゃああれは何なんだろう、なんかインフルエンザの検査のもっと長い版みたいな。怖い怖い、めっちゃ痛いって、怖い怖い。マスオさん鏡餅ありがとう。嘘、インフルエンスじゃなくてコロナの時にもっとなんかこの辺まであるくらい、あの長いインフルエンザの2倍ぐらいある棒を鼻に入れるさやつあるじゃん。わからないんですけど、あれ私なんか TikTok で見て衝撃だった。もうやりたくないって思ったんだよね。だからやらないといけないってなったら嫌だ。それは抗原検査、嘘、抗体検査とかじゃなくて、僕はまだ未経験だからこれね、怖いよね、あれ怖いですよね。あるじゃん、何かの拷問って普通に。そうなんだ、違うんだね。やだ怖い、やだやだ怖い怖い怖いよ。こんにちは。あ、私検査の種類とかよく分かってなかったよ、怖いですシミさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。体験報告してください。する予定ないです。あきまんさん鏡餅ありがとう。なんか針を刺すみたいな、なんかねその家でできるみたいなキットがあって、家じゃみんなでやったんですけど、家ではやってないんですけど、そのなんかキットがあって針を人差し指に刺して、何だったっけな、針を人差し指に刺して血をスポイトで取ってみたいな、取って何だったんだろう、ちょっとよく思い出せないけど、あって、それがあってあれだったんですよ。なんかそう、それをそのお仕事が終わって
事務所でそれをやった人から解散だったんですよ。私はもう帰ることに目がないので、もう帰る帰るっていう人なんで、めっちゃ頑張ってもうタクシー降りて事務所に上がるまでも一番乗りで行って、そう必死になって一緒にバーって上がって、でみんなが怖がってて針を刺すのが怖がってる時もサラはもうプサプサって、もう帰る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 って言ってプサって刺して一瞬でそうえってみんなに言われた。一瞬で頑張ってもう血をブキュってやって、めっちゃスポイラーで一瞬で出して、一瞬で名前変えて、もう一瞬で降りて、なんかタクシーがその5台とか6台で帰るじゃないですか、1台にさ何人も乗れないから、それで帰るためにエレベーターで下に降りたら、その帰ってるタクシーから降りてる子に会って、私が早すぎて今からエレベーターを上がっていくっていう子がいて、ことかと会って、いや自分早いなって思いましたそうなんですよ、痛いの平気なんです。めっちゃ平気かもしれない、どうだろう。でもなんか注射とかはなんかそんな口に出し、なんか AKB のドキュメンタリーの注射で、あーとかいうシーンあるじゃないですか。私はなんか口には出さないけど、じわじわくる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 みたいなのは思ってる、うん、だから口に出るほどではないけど思うけど、その注射は帰れるっていう条件付きだったから、早くやったら一瞬でできた。注射も多分帰れるって言われたら、早くしてください、早く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 って多分言うと思いますそう、ちょっとあれ帰るのに目がないんですよ。劇場版の戦略、あとでおすすめ見出します、ツイッターに見ててください。増やそうって思ってます泣いてたメンバーいました。そう、でもさ泣く気持ちは分からんのよ、絶対泣けないもん。そう、そう、痛いのはよりも私帰宅優先なので、本当にもう帰る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 ってずっと思って、でも本当に帰りたい日はあのタイマーじゃなく、なんかカウントダウンのアプリを入れて、タイマーで何時間何分何秒っていうのをやってる。なんか授業とかでも、まあ秒数は少なくとも次開いた時より進んでるから、進んでいってる感じがするから、みんなもやってみてください先端恐怖症かもって。先端恐怖症わからないけど、なんで集合体恐怖症とかあるんだろうって思った。ねえねえ、めっちゃさ、めっちゃ関係ないさ、超めっちゃさ最近ハマってる話していい？めっちゃめっちゃさ超どうでもいいことなんですけど、していいですか？すごい、うん なんかめっちゃ話変わるんだけど、なんかね、江戸時代とか旧石器時代とか昔の時代にも、なんか私の体はあったんだなって思うと、なんかめっちゃ面白いなって思い出した。めっちゃよく考えたら、なんか一瞬どういうことかわかんないけど、感覚的に例えば今なんだろう、自分の体は原子の集まりでできてるから、まあプラスチックとか草とか全ての植物とか全てのものが、そう、変わって変わって変わって、あのあれになってるから、サラになってるから、哲学すぎ、これ本当だよ、この物理系だよ、あ、その何、死後の世界があるとかいう話じゃなくて、だから死んだ後でも私の体の物質は何かになって残り続けるんですよ。雲かもしれないし、プラスチックかもしれないし、ゴムかもしれないし、もしかしたらそのどういうことって、なんで意味わからないかな、嘘、なんかだから私がもし死んでも、死んだら灰になるじゃないですか、死んで仮装して灰になっても
その灰が世界から消えるっていうことって絶対にないじゃないですか。物は全てが循環で成り立ってるから、その灰がまたさらに何かになってっていうのをやってるから、もしかしたらサラはその生まれ変わりとかいう感覚じゃない、なくてただ物理的に残り続けるっていう感じだから、なかったものが突然現れるってことはないから、サラもあれ旧石器時代とかも何かとして存在してたって思うと面白くない？なんかなんていうかわからない。だからアンピーが前世木炭っていうのも別にわからんけど、木炭の一部がアンピーに、アンピーがそのまま木炭になったんじゃなくて、アンピーの 100% が木炭の一部がアンピーの一部になってるとかなら全然ありそうじゃない？そう、なんか食物連鎖みたいな感じなんですけど、そう意識はもうないけど、そう質量保存の法則みたいな感じで、なんかあの意識はもう消えちゃうけど、なくなったら、だからサラのこの体の意味分かった？意味分かった？この一部一部のここの皮膚は、このここの皮膚のこの部分はこの部分は何だろう、平安時代とかにもあったんだって思うと、なんか面白いなって思う。まあそれをサラが存在してるっていう風な言い方をするのはおかしいかもしれない。その時はまだ私はいなかったから。でもこの部分は古くからあったって思うと面白くないですか？だしこの部分はこれから1億年先も1兆年先も何かとして残り続けるって思ったら、なんか面白いって思った。そういうのめっちゃ考えてて一人で、なんかメンバーに話してみたけど、なんかみんなちんぷんかんぷんで、サラ的にはひらめいた時にすごいって思ったから、結構なんかいい反応が望まれると思ったんだけど、ちょっとダメだった、響かなかったらしいよ。なんかすごくないですか？めっちゃすごいと思うんだけど。だってさ面白いよ。だから私めっちゃ面白い。そ普通に何だろう、普通にクマの一部が動物とかの一部がなってるかもしれないし、普通に人間の一部がなってるかもしれないし、だからいろんなものが合わさってなってるんですよ。例えば人間も植物もプラスチックも全てみたいな、そういう感じ。クレオパトラの成分も入ってますねって。なんかクレオパトラの成分、そう確率的にはクレオパトラの成分もなんか入ってるみたいな、なんかそういうの知ってる、循環してるから。そうなんか身体を構成する、そう素粒子が不滅、めっちゃそれ言いたいこと。なんかその素粒子は一生なくならないから、なんか一生この世から消えるなんてことがありえないんですよ、その原子が。だから粒子がね、なんか原子とかよりもちっちゃいものを量子っていうのか、そう、なんかだから面白いよね。仏教的な感覚なのかな、わかんないんだけどね。後ろのドアが来世の Y かもしれない。そう、もしかしたらこのものたちかもしれない。そう、わかんないよ。この先この世が1兆年続く、まあ地球がなくなったとしても宇宙の中にはあると思います。宇宙がなくなったとしても何かにはなってる。物が消えるってことは言えないから。ニコマルさんいいねありがとう。粒子、なんか粒子とはまた別に量子っていう、量、物の量の量に子って書くのがあるんですよ。子供の子って書くのがあるんですよ。そう面白いよね。なんかね、生まれ変わりを信じてるっていうあれではないけど、話ではないけど、一生私のこの体はなくならないって思うとなんか面白くなってきた。次は何ね。だけど多分一つのものになるってわけじゃないんですよ。ウサギになるみたいな。私の肺は、私が亡くなって燃やされた肺は絶対にウサギになるとか、ウサギだけになるとかじゃなくて、ウサギにもなるしみたいな、いろんなものになるんですよ。このドアとかになるかもしれないし、スマートフォンになるかもしれないしっていう。そう、なんかでも次はね、何がいいだろう。
え、分からん。でもね、何になってみたいかな。いや、それはサブちゃんになってみたい。ちょっと楽しそう。え、そうそう、絶対なるもの一つじゃないからさ。めっちゃ面白くない？これを考えて、なんかこういうのを考えてたら、なんかレッスンとかめっちゃあっという間に終わる。本当になんか買ったら体が勝手に動いてて、なんかずっとね、頭はね、ずっとね、なんかこういうことを考えて一人でね、おーってなってる。なんかだしのだし、例えばサラが髪の毛が抜けたとするじゃないですか。そしたらその髪の毛も絶対何かにはなってるはずだから、もしかしたらもうサラの体の一部は歯とか、例えば歯とかがもう他の人間になってる可能性だってあるんですよ。他の動物になってる可能性だって、人間とは言わずとも、もう自分が生まれてからの体の一部が、マジマジだって考えてみてよ。だってどこに行ったか分かんないじゃん、何になったかなんて。そう、まだ私はまだ16年しか経ってないから、まだ髪の毛が分解されるほど時間が経ってないかもしれないけど、もしかしたらここにいるファンの方の一部が私になってるかもしれない。分かんないよ。ばあちゃんの髪の毛は筆になった。あ、そうなんだ。じゃあ筆になったとして、そしたらその筆もいつかそう使い切った時に捨てちゃう日が来るじゃないですか。そしたらゴミ処理場でそう、それを細かく分解されて燃やされた後にまたその灰が他のものに変わるんですよ。だけど空気にもなってるから何になってるか分かんない。結局分かんないよね。そう、めっちゃ面白くないですか。ちょっと今日もなんか考えてきますね。今日もなんかちょっと面白いこと考えてこよう。なんかね、暇があればこういうの考えるのが好きなんですよ。めっちゃ楽しい。今何分だろう、大丈夫かな、まだ。でも別にこういうことばっかり考えてるんじゃなくて、なんかめっちゃあれなんだろう、めっちゃ軽いことも考えてますよ普通に。あ、16時23分、じゃあそろそろランキング読もうかな。めっちゃね、もうちょっとやろうかな。めっちゃ単純なっていうか普通のことも考えてるよ。あのね、例えばなんだろう、例えばね、でもこういうことの方が多いくらい、こういうこと考えた後に今日何食べようみたいな、めっちゃ考えることある。でも分かんないよね、将来何になるかって分かんないよね。でも面白い、めっちゃ面白いだからみんなの体の一部ももしかしたら芸能人の誰かの一部かもしれないですよ。でも多分そうなってると思いますよ。だし空気を体の一部って言うんだったらもっとあれなんですけど、もっとありえますよ。絶対みんなさ意味分かってない。絶対絶対どういうことって思ってる。なんかこういう話面白いと思うんだけど、思わないの？みんなから感動したんですけど。私ちょっとそろそろランキング読もう。13位、ペンギン兄さん、ありがとうございます。12位、奈良西さん、ありがとうございます。11位、くっちゃん、ありがとうございます。10位、ケブピエイチさん、ありがとうございます。9位、オレオーズさん、ありがとうございます。8位、マスオさん、ありがとうございます。7位、ユーリさん、ありがとうございます。6位、カイカイさん、ありがとうございます。5位、カイドウさん、ありがとうございます。4位、アキマーさん、ありがとうございます。3位、ワタナペさん、ありがとうございます。
2位安部さんありがとうございます。そして1位プエルさんありがとうございました。絵文字が可愛い。そうタワーのお礼かっこゆうちゃんタワーのお礼夜にするます。夜も配信するのでぜひ聞いてください。バイバーイ。30時間配信したいんですけど全然今月できてないだからしようって思ってます。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。